こういうのどなたでもご利用いただけますって書いてあるけど、まあ、あのいわゆるね、なんとなくハンデのある人で、じゃあ乗せてもらってもいいのかな。あのじゃあせっかくならちょっと乗せていただいて、108番ゲートまで、うん、ああそうなんだ、じゃあちょっとせっかくなんで、いつもね乗り継ぎ時間が短くて、もう見る暇はなくダーッと乗ってたんで、今日は1便早く来たんで、はい、ゆっくり見ていきます。さっきもあの展望デッキとかいろいろ見てきました。あー、これ初めて、割とこの時間まだ空いてるんですかね。今日は曜日が月曜日だからかな。で一息ついたらですね、疲れが出てしんどくなってきましたね。そうで、国際線ターミナルに来たのが6時10分、もうちょっと過ぎてたかな。あれからまだ2時間は経ってないんですけども、なるほど、なんとなくこのグッチのあの向こう側が JAL のラウンジですね。あ、こんなところに、これは何ですかね、下に行くところがあるんだ。この下に行くところってこれ何ですか。あそこから上がってくるとここなんだ。あ、分かりました。こういうのどなたでもご利用いただけますって書いてあるけど、まあ、あのいわゆるね、なんとなくハンデのある人で、じゃあ乗せてもらってもいいのかな。あのじゃあせっかくならちょっと乗せていただいて、108番ゲートまで、うん、あそうなんだ、じゃあちょっとせっかくなんで、いや好きなんですよね、空港1日いても飽きないけど疲れちゃう。あ、非常に楽しいですね。いつもね乗り継ぎ時間が短くて、もう見る暇はなくダーッと乗ってたんで、今日は1便早く来たんで、はい、ゆっくり見ていきます。さっきもあの展望デッキとかいろいろ見てきました。あ、これ初めてこういうの乗りますね。いや、これはいい思い出ですね。これは飛行機に乗ったよりいい思い出だ。割とこの時間まだ空いてるんですかね。今日は曜日が月曜日だからかな。なんかこれ混んでたら運転怖そうだね。ね、みんなスマホ見てて前見てないから。こっちは割とお店少ないんだ。あ、向こうは多いけどね。
フェとかあるんだ。そこ行ってみようかな。まだほとんど誰もいないや。この先も誰もいないんだ。はい、ありがとうございます。とてもありがとう。